皆さんこんにちは。2025年問題が迫る中、看護師としての将来に不安を感じていませんか？看護師が余ると聞くと、今のキャリアは大丈夫なのか、心配になる方も多いでしょう。しかし、そんな時こそチャンスです。この動画では、2025年問題で看護師が余ると言われる理由を掘り下げ、その状況を乗り越えるための具体的な転職戦略を解説します。最後までご覧いただくと、生き残るための3つのポイントが分かり、今からできるキャリアアップの準備が整います。看護師として、これからも自信を持って働くための重要な情報を、ぜひ見逃さないでください。当チャンネルは、看護師の皆さんが、直面する様々な悩みや、キャリアの転機にフォーカスを当てた専門チャンネルです。看護師としてのキャリアパス職場の悩み、転職の際のアドバイスやヒントを提供します。気になる方は、チャンネル登録しておいてください。また、LINE では看護師さん向け、電子書籍5大特典プレゼントが、無料でもらえますので、下の概要欄の方から登録をお忘れなく、転職を本気で考えている看護師さんは、有料ノート購入をお勧めします。購入特典として看護師面接よく聞かれること、100もつきますので、面接対策としてご活用ください。それでは、本編をご覧ください。2025年問題とは？2025年問題の概要と背景。2025年問題とは、日本の少子高齢化によって、社会や経済に大きな影響が出ることを指します。特に医療介護分野では、団塊の世代が、すべて75歳以上の後期高齢者になり、高齢者の医療や介護の需要が急増します。これにより、医療費や社会保障費の負担が増大し、労働力人口の減少が進み、深刻な人手不足が発生する可能性があります。2025年問題は、看護師の需要と供給バランスに大きな影響を与え、地域や職場によっては、看護師が余剰となる可能性があります。高齢化によって医療や介護の需要が増加しますが、看護師を含む医療従事者の数がこれに追いつかないため、特定の地域や業務では、看護師が余ることが予想されます。例えば、都市部では、看護師不足が問題になっている一方で、地方では、看護師が余っている地域もあります。2025年には、この地域差がさらに広がり、都市部では看護師が過労状態になる一方で、地方では看護師が余剰となる可能性があります。また、医療技術の進化により、看護師の業務が効率化され、結果として看護師が過剰になる場合もあります。2025年問題は、看護師のキャリアに大きな影響を与えるため、早めに自分のキャリア戦略を考え直し、どう対応していくかを考えることが重要です。少子高齢化が医療業界に与える影響。次に、少子高齢化が医療業界にどのような影響を与えるかについて説明します。少子高齢化によって、医療業界全体において、看護師が不足する場所と余る場所が同時に発生し、働き方や役割に大きな変化が起きる可能性があります。高齢化が進むことで、特に高齢者医療の分野での需要が増加し、医療スタッフの数が追いつかない状況が予想されます。看護師が特定の地域や分野に集中し、他の地域や分野では人手不足が続くという問題が発生します。例えば、地方の病院では、すでに看護師不足が深刻で、看護師が都市部に流出する傾向があります。そのため、地方の医療機関では、看護師の負担が大きくなり、業務が回らなくなる一方で、都市部では看護師の数が増えすぎて、余剰になる可能性もあります。また、AI やロボットの導入により、一部の看護業務が自動化されることで、必要な看護師の数が減少することも予想されています。少子高齢化の影響を考えると、看護師がこれからも活躍するためには、自分のスキルやキャリアを見直し、医療業界の変化に対応していくことが必要です。看護師の需要と供給のバランス変化。次に、看護師の需要と供給バランスがどのように変化するかを見ていきましょう。看護師の需要と供給のバランスは、地域や分野によって大きく異なり、2025年には、看護師が余剰になる地域や分野が出てくる可能性があります。高齢者医療の需要が増える一方で、技術の進化や業務効率化により、看護師の必要な数が減少するため、特定の地域や業務では、看護師が余剰になることが予想されます。また、都市部への看護師の集中が進み、地方では、看護師の供給が追いつかない状態が続くでしょう。都市部では、
高度な医療を提供する大病院に看護師が集まりやすく、競争が激化します。一方、地方や介護施設では人手不足が続くと予想されます。また医療現場における AI やロボットの導入により、看護業務の一部が自動化され、ルーチン業務が減少するため、看護師が余剰となる職場も出てくるかもしれません。看護師としてこれからも活躍し続けるためには、時代に合わせてスキルを磨き、需要がある分野に柔軟に対応していくことが重要です。地域の需要や働き方の変化に対応できる看護師がこれからの時代に求められます。2025年問題で看護師が余る理由。2025年問題で看護師が余る可能性がある理由は、いくつかの要因が絡み合っています。まず、これまで看護師不足が大きな問題とされてきましたが、少子高齢化や医療技術の進化により、逆に看護師が余剰になる懸念が浮上しています。医療の効率化が進む中で看護師の需要が変化し、特に地方では患者数の減少が進むことで看護師の仕事が減る可能性が高まっています。 1. 看護師不足から余剰へ。少子高齢化により医療現場の需要が変化しています。これまで高齢者の増加で看護師不足が問題視されていましたが、2025年以降は少子化の影響で患者数が減少し、病院の統廃合が進むことで看護師が余剰になる可能性が出てきました。特に地方では医療施設の縮小が進み、看護師の転職が難しくなっています。 2. 医療技術の進化。 AI やロボットなどの医療技術が進化し、看護師の業務の一部が自動化されています。これにより従来の看護業務が減少し、特定の役割が不要になる一方、デジタルスキルや新たな技術に対応できる看護師が求められるようになってきています。 3. 地域による需要の差。都市部では依然として看護師不足が続いている一方、地方では患者数の減少により看護師が余る傾向があります。過疎化が進む地域では医療施設の数が減り、看護師が働ける場所が限られるためです。都市と地方の格差が広がる中、看護師の偏在化が問題となってきています。これらの変化に対応するためには、看護師は自身のキャリアを見直し、専門性を高めたり、医療以外の分野でのキャリアパスを探ったりする必要があります。地域や働き方に柔軟に対応し、技術の進化に追いつくことがこれからの看護師にとって重要なポイントとなるでしょう。生き残るための転職戦略、専門性を磨く重要性。2025年問題により看護師が余る時代が訪れるかもしれません。このような状況で生き残るためには、専門性を磨くことが重要です。例えば、専門看護師や認定看護師の資格を取得することで他の看護師との差別化ができます。特定の分野での専門知識は患者へのケアの質を高め、医療機関からも高く評価されます。専門性を持つことで転職市場でも有利に働くことが多くなります。地域や働き方を見直す。次に、働く場所やスタイルを見直すことも重要です。都市部では看護師が余る一方、地方や過疎地では看護師不足が続いています。地方に転職することでより良い条件で働ける可能性があり、キャリアアップのチャンスも増えるかもしれません。またリモート看護という新しい働き方も今後需要が増すと考えられます。特に在宅医療やオンライン診療サポートなどが注目されており、都市部にとらわれない新たな選択肢として考慮できます。医療以外の分野でのキャリアパスの探求。最後に、医療業界にこだわらず介護福祉や教育分野への転職も視野に入れることが大切です。高齢化社会が進む中、介護や福祉分野では看護師のスキルがますます必要とされています。また看護教育に進むことで新人看護師の育成に携わる道もあります。これらの分野でも看護師の経験が生かされるため、転職の選択肢を広げることが安定したキャリアにつながります。2025年問題で看護師が余ることが懸念される中、専門性を磨き、働く地域やスタイルを見直し、医療以外の分野にも目を向けることが生き残るための鍵となります。これからの看護師に求められるスキルとは、 1. コミュニケーションスキルの重要性。看護師は患者や家族、医療スタッフとの円滑なコミュニケーションが求められます。これにより患者の不安を和らげ、治療や看護の質を高めることができます。患者の希望や状態を正確に伝えられることで、医療チーム全体がより良いケアを提供できるのです。2.
デジタルスキルや IT 知識の習得、医療現場では電子カルテや遠隔診療など IT 技術の導入が進んでいます。看護師がこれらの技術を使いこなすことは業務の効率化やミス防止につながります。また IT 技術を習得することで患者ケアに使える時間も増加し、全体的なケアの質も向上します。 3. リーダーシップとマネジメントスキル。チームをまとめるリーダーシップやマネジメントスキルは特に看護師長や指導的立場にある看護師に求められます。これによりチームの士気が高まり、業務効率が上がります。リーダーシップを発揮することでチーム全体のパフォーマンスが向上し、患者へのケアも改善されます。これからの看護師はコミュニケーションスキル、デジタルスキル、リーダーシップを習得することが重要です。これらのスキルを磨くことで医療現場で活躍し続けることができ、患者ケアの質をさらに向上させることができます。まとめ、これからの看護師にはコミュニケーションスキル、デジタルスキル、そしてリーダーシップやマネジメントスキルが求められます。患者や家族との信頼関係を築くための円滑なコミュニケーション、IT 技術の活用による業務効率化、そしてチームを導くリーダーシップが重要です。これらのスキルを磨くことで、看護師としてのキャリアを確実に成長させ、医療現場での質の高いケアを提供し続けることができます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が皆さんの役に立てば幸いです。これからも看護師としてのスキル向上のために、このチャンネルを活用してください。次回の動画でも、皆さんの業務に役立つ情報をお届けします。コメントや質問は、ぜひ下記のコメント欄にお寄せください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。